イスの実。アイスの実って手でつまんでもベタベタしませんね。そうなのよ。なのに食べるとジェラートみたいにとろけます。中のジェラートをこう外側で包んでるのね、あの風呂敷みたいに。風呂敷ですか。もっとうまいこと言いたかったんだけど。アイスの実、実は二層構造。内側のジェラートを果汁が入った薄い氷で包み込んでいるから、手でつまんでもベタベタしないんです。よく考えられてるの。こうかゆいところに手が届く的なね。クリコアイスの実。へえ、ぶどうじゃなくて巨峰なんですね。完熟ぶどうの時もあるんだけどね。え、でも巨峰って書いてありますよ。そうなんだけど、完熟ぶどうの時があるの。巨峰ですよね。ねえ、アイスの実、実は季節にふさわしい品種と果汁量を選んでいます。夏は旬の巨峰で果汁 55%、 暑さを吹き飛ばす爽やかでみずみずしい味わいに、春と秋は完熟ぶどうで果汁 80%、 気温も落ち着き過ごしやすくなる季節にぴったりな甘みが引き立つ濃厚な味わいに。季節によって品種を変えるってことですね。果汁量も変えてるんだけどね。はい、でも品種も変えるんですよね。うん、うん。アイスの実。アイスの実ってシャリシャリ系じゃと思うでしょ。あれ、とろける。実は進化してる。しかも濃い、この食感。そう、ヒヤトロ、ヒヤトロリフレッシュアイスの実。クリコ。It's delicious.